僕は原宿でスカウトされてモデルを学生の時に始めたんですけど、それがすごく思い出されるような内容で、なんかその自分がモデル側として出てたけど、次はこの役者という仕事でその作る側、ファッション誌の編集の人の立場に立ってお芝居できるっていうのはすごい面白いことだなと思って、なんか自分の経験も生かされるし、新しい視点もなんか勉強できて楽しそうだなって思いました。その僕が演じた南吉は可愛いっていうのを全然分かってない青年なんですけど、それでこう自分がやりたい仕事とは違う仕事について、それでもこうやっぱり食べていくためには働かなきゃいけない、そうなってくるとこう自分のやりたいことと今ある仕事っていう、すごくなんかジレンマみたいので悩んでいるんですけど、そこからこういろんな人と出会って仕事をしていくにつれて、すごく人として自分も成長できるし、その自分が苦手だった可愛いっていうのをこういう形で作ってるんだっていう、ある意味リスペクトも生まれるようになってきて、そこからすごく人間として成長するお話なので、なんかただ可愛いカルチャーだけじゃなくて、その人としての成長物語としても楽しいドラマだと思います。世界では分かんないですけど、僕日本では結構可愛いって言われてて、でも今29歳でちょっとこう25歳ぐらいの時はそれにすごく悩んだ時期もあって、その時は多分僕はなんか断片的な可愛さしか理解してなくて、ただこうキャラクター性というかそういう可愛さしか認識してなかったんですけど、でも今はこう例えば人としてすごく、なんだろうな、例えばおじいちゃんとか、なんか一生懸命頑張ってるおじさんとか、なんかそういういわゆる可愛いじゃない人に対してもこうなんか愛おしいっていうか、そういう可愛さも含まれていると思っていて、それをなんとなく理解してきてからはすごくなんかいい言葉だなって思い始めました。なんかこう可愛いっていうと、まあなんとなくこう分かる外国の方もいらっしゃると思うんですけど、でも日本でも割とそういう可愛いカルチャーを作るのは女子高生だと思っていて、その女子高生は結構今何でも可愛いっていうんですね。例えばちょっとグロテスクなスイーツとかでも、あ可愛いみたいな感じでインスタグラムに載せたりとか、だからなんかそういうちょっとこう多様性のある言葉になってきているので、なんか外国でもそういう感じで広がっていけばいいなと思うし、結構多分こう日本のそのいわゆるなんかポップな、そのだから世界でもすごく可愛いっていう言葉が多様性を持って広がれば面白いんじゃないかなと個人的には思っています。すごく過去の日本の作品がこういう世界だったりカンヌだったりのこういうブースに並べていただくのって、すごくこういわゆる着物だったりとか、その日本っぽい伝統的なものとか、あと社会性に訴えるような作品っていうイメージがあったんですけど、今回僕が持ってきたのはすごく日本でも若い子たちを主にしてこう見ていただくドラマだと思っているので、それのポップさだったりとかがどれだけ受け入れていただけるのかっていうのと、あと個人的にはそれだけじゃなくて、その働くだったりとか、そういう、一人の男が社会に出て一生懸命働くって大変なこともあるよなっていう、その共感性だったりも感じていただきたいので、そこをどう捉えていただけるかっていうのは楽しみですね。